ストーリーテリングは、語り手が相手に伝えたい思いやコンセプトなどを、それを想起させるような印象的な体験談あるいは、エピソードなどの物語を引用し、例示することで聞き手に聞かせ、印象づける手法のこと。一言で言えば、物語を語って伝えることである。近年では、マーケティング用語としても知られ、ビジネスにおいても、組織 DNA や価値観、思いや魂、 暗黙地などを伝え合い、共有するなどの意味でも重要な存在である。書き言葉が登場する以前の文明や、文字のない文明では口頭によるコミュニケーションが行われてきた。口頭コミュニケーションを効果的に行い、意味の伝承を行う形式として、物語は重要な役割を果たしてきており、現在まで神話という形で残っている。世界の神話を研究していた、 ジョーゼフ・キャンベルは語り継がれるストーリーには共通するパターンをあることを発見し、ストーリーテリングを効果的なコミュニケーションの手法として見なされるきっかけを作った。例えば、スター・ウォーズなどの映画を筆頭に、ジョーゼフ・キャンベルのヒーローズ・ジャーニーを活用するケースが増えている。現在は、ピッチやプレゼンテーションにもストーリーテリングの手法が用いられ、スティーブ・ジョブズのスピーチは、 代表例とされている。ストーリーテリングから言葉んく、ストーリーテリングの意味とはおすすめの方法や本も紹介。トランス、ビズ。ビズ t r a n s s u i t、e. j p 2 0 2 1年1月6日閲覧。最近よく聞くストーリーテリングって何 ?www.humancentrix.com 2021年1月6日閲覧。ルーカスに多大な影響を与えた千の顔を持つ英雄新約版。2021年3月10日閲覧。ストーリーテリングとは ?www.indee-jp.com。2021年3月10日閲覧。ありがとうございます。